やハロー、どうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジダイドギニハマです。現在2023年11月26日日曜17時46分ですね。はい、ただま最果てのパラディン、鉄錆の山の8話ですね、見終えまして、もう一回見ながら感想あらすじを書き終えましたということで、ドッグシグナル6話録画した分で見ていきたいと思います。はい、なお僕の本業は、大道芸人でありパフォーマーです。多分世界唯一の技を持ち、そしてこちらも世界唯一かもしれないナイトスクープに4回出て、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送も出て、深田恭子さんと CM 共演まで果たしたという、多分他にはいないであろうアニメリアクターであり、まあ本業はパフォーマー大道芸人です。そしてアニメリアクターとしては投稿本数は日本一、ただし再生率の低さはこちらも日本一となってますね。はい、まあそれでも頑張ってますんでね、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。はい、じゃあ行きましょう。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告書いてきます。申し訳ないんですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。まあ4話も5話もええ話だったね。今回2話の師匠、多分、4話回る犬の最後にできたあの謎のおっさんちゃうかな。確か、よう、シンって呼んだかな。リツカさんのことをリツって呼んでたっけな、確か。違ったっけな。最後に、元気そうだな、シン。で、ヨウ、リッツって言われてね。何者なんやろな。小坂さんやん。それが師匠か？藤原誠司、藤原愛犬訓練所。師匠、寝とるやん。ああ、やっぱそうや。ノスケ、
ああ、虚勢ね。まあまあまあ、そうやろね。のぞみとみぞれみたいなやつやん。名前聞くだけで吐くって。あ、ドキュータやん。あ、幼なじみか。うん、だ今の見て瞬間に嘘つじゃないね。まあまあまあ。噛まれるんちゃう？
わ、めっちゃ似てたな。小桜春に。めちゃ見る小桜春に似てるな。青のオーケストラね。春ちゃん推しやったもんで。こういうのは待つん、待つんやろね。正解だか。ああ。無理やり出したらあかんのね。続いた。おお、これ出た。お、これは親父かな？ん、ここからなんであんな毛嫌いするようになったのかね？泣いてんのか？おやじ。もうシーンって呼んでるやん。おっさんって。
惹かれそうな、あ、なことはないか。これはそのまま捨てられ、ああ、やろうね。ああ、なるほど。名前はクマです。まあ、捨て犬ってことだね。ニョッキみたいになってるよ。あ、親父も犬好きやったよね。木村昴さんかな、親父。その時までは事故かな？ああ、引かれてたとか？ああ、やっぱり。
ええ話の途中で。ええ話なんかな。言うてるな。なんでなのね。ああ、ちょっと涙腺がいってしまいました、今回は。ああ、だから独立性とか。独身なんかな。マロが身長を。ああ、って言うてたのに。ああ、ああ、えらいとこだと思った。36も同じ星座なんだよね。丹羽孝一誠さん、永瀬杏奈さん、丹羽の父、森川俊之さんか。ちょっと後でもう一回キャストを見させてもらいます。いやー。わ、30。あ、じゃあ、ウルソンみたいな意味や。初の涙腺崩壊会となりました。守りたいもの。ああ、よし。
まあ、ここは、マロの声優、まさかの竹内俊介さんやった。武田晴美やね、先輩がうざい後輩の話。小塚さん、庭の母、島田愛乃さんっていうかな、吉野さんっていうかな。律香の幼少期が永瀬杏奈さんだよね。え、藤原、あ、ウルソンと藤原同じ声優やった。あ、藤原いい日な思ったら。はいはい、まあまあ、ということで今回はね、まあまず小塚さんもまあいい感じになってきた。そこで新しく来た、相談者、名前出てたかが、紹介状を持ってきたのが藤原誠二という名前やったと。で、それを見た瞬間に、まあ、部屋に引きこもってしまったということで、みゆが、律香さんのところにね、話を聞きに行った。まあ、ここでのすけもいたと。で、まあ、今回分かったのは、まあ、藤原じゃない、のすけ、まあ、3人は同期、同じ、CAL やったかな、という専門学校の同期やったと。で、かつ、律香と、庭に関してはもう、ちっちゃい時からの幼馴染やったということね。で、専門学校時代でも、まあ、あんまりこう、人と関わらんかった、新一郎。まあ、新一郎は、人と関わりたくないから、ドッグトレーナーになるんやというね。まあまあ、ちょっとまあ、むちゃくちゃやったけども。わからんでもない。自分もあんま人と関わりたくないからっていうので、トラック乗ってたんでね。まあ、そして、そんな時に現れたのが藤原先生やったと。で、ここが、ドッグトレーナーに教科書なんてもんはいらんと。いうことで、何あれ、ゲージじゃなくて、なんて言うんだっけ、あれ。クレートや。クレートの中から出せというね。なんて言ったの、あれは、課題か。を、まあ、唯一クリアしたのが新一郎やったと。まあ、それも、犬の様子をちゃんと見て、出てくるのを待つ。これが正解やったってことで、まあそっからね、藤原先生とこで働くようになったと。で、体罰、犬への体罰なんか絶対に許さんということやったよね。ところがどっこい、最後にそれを、まあ多分藤原さん自身がやってもうたってことね。まあ、新一郎を助けるためやったんやろうけどね。で、まあちょっとね、その新一郎がドクトレーナーを目指す理由っていうので、ちょっと今回類似に行ってしまいました。うん。なんか、うん、まあ、いい話と言っていいのか分からんけどね。まあ、お父さんがすごい優秀やったね。まあ、一緒になってね、熊を飼いたいと頼んでくれて、一緒に可愛がってくれて、まあ、そっからね、新次郎と、まあ、楽しい日々が続いたにもかかわらず、まあ、仕事中に事故を死してしまったと。で、まあ、熊がね、もちろんそれはね、飼い主いなくなったなんてことは理解できひんからってことで、ワン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 吠えてもうた。それを母が許さず、リードから外したところ、父の職場の、なんて、目の前で、熊も惹かれたということだよね。まあ、そっから、ドッグトレーナー目指すようになったと。うん。で、まあまあ、そこでね、まあ、そっからだから人への心を開かなくなった。といったところで、まあ、藤原さんが、まあ、開いてくれた、親父やと思ってるんじゃないかというね、ところで。まあ、ちょっとええ話だったところでね、さすがお嫁だ、2連発でね、失神されてたらおもろかったけども。まあ、見事、ああいうところに笑いを入れてくれるところがね、まあ、見事やったなと。うん。まあ、だから最後だからね、藤原さんがやってもうたんかな。まあ、新一の守るためとはいえ。うわ、続き気になるわ、これ。むちゃくちゃ気になるな。例えば、そこでバーンって一発かましてもうたぐらいでどうなんやろね。助けてくれてありがとうの気持ちもあるやろうから、そこまでけげらうことはないと思うけど、まさか、マロをそのまま殺めてもうたとかそういうことかな。藤原さんが。気になるね。はい、ということで、ドッグシグナル6話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分で自己紹介します。
はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で、約3年9ヶ月にわたって仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひとも応援をしていただきたいということで、説明文に URL 貼ってますので、ぜひ本業の方のチャンネル登録、応援もお願いします。そしてこの深田恭子さんと出た CM の URL も貼ってますんで、ぜひ見てみてください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1340日目と長いことやってますが、このチャンネルはもっと長い、2009年の4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしてますが、コロナで一気に仕事がなくなってから、いつの間にかアニメのリアクションスタートして、そこからの約1年5ヶ月分、2021年の8月18日までの推定2000本以上のリアクション動画を自ら手で削除させられる、そんな地獄を味わってます。そんな悲劇を乗り越えてですね、もう再生数、チャンネル登録、見ての通り全く伸びないんですけども、もうほんましんどくてやめたいと言いつつも、もうね、諦めないというね、ところを皆さんに伝えたいと思って、一日も休まず、リアクション活動を続けます。もちろんこの自己紹介聞いてる人もいないと思うんですけども、諦めず、これずっと言い続けてますんでね、ちょっとでも応援してやろうという方がいれば、ぜひチャンネル登録、応援よろしくお願いします。以上、アニメリアクション人こと、マジアジョギニハマでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。